はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鶏ももと肝の、ポン酢、黒酢ポン酢炒めで、わかめの味噌汁、お漬物はズッキーニときゅうりの古漬け、玄米で食べましょう。では、いただきます。ヒカがなんか眠いって寝たまま起きてきゃ、置いときます。いただきます。うん、玄米がいいね。どう？味はうまいけど、うまいけど、うまい。アボカド、うん、いいね。キモ、なあ、キモが美味しいわ。ちょっとでも焼きすぎかな、パサついてんな。アボカドがいい、体にもいいし、美味しいし、キャベツと絡むとこが美味しいんちゃうか、これ。うん、キャベツが美味しい。うわ、お茶、いろんなね、こうなくなるお茶があってね、なるほど、麦茶とか緑茶とかね、ジャスミンティーとかで、お茶って体にいいのよ、お茶を取り入れて、コーヒーも体にいいかね。コーヒーもできるだけ取り入れていく、もちろん塩水もね。で、にがり、料理にもにがり入ってるし、うちのお味噌汁にもにがり入ってるし、ね、ご飯にもにがり入ってる、にがりを取り入れてすごい変だよ。しそっぽの感じいいな。アボカドが美味しい。うん、
おいしいね。だいぶね、肩こりもマシになってきた。でも肩こりと頭痛がひどくってね、今日一日ね。肩こりと頭痛がひどいの、ね、で歯が痛くてね、虫歯が痛いのか肩こりから来てるのかわからんからね。やっぱ肩こりから来てたみたい。まあもちろん虫歯あるけど ね、リンパがパンパンに張っとったよね。うん、やっぱね、うん、だから毒素を全身に回らないようにしてくれてるんで、だから関節が痛くなるの。うん、これも動画でようか思ってるんだけど、これはね、お医者さんに聞いても、薬を使っちゃダメの理由。なんかね、赤外線のアンテナやろ、何だったっけ、リモコンのアンテナやねんけどな、しかがために1問だけ取っといたらんのね、嫌がるでしょ。うん、時々ね、なんかわかんないけど急に肝を食べたくなる時あるのよ。貧血してんじゃろな、たまに。貧血したら、普段そうでもない、まあ肝見ても、と思うけど、急になんか、ちょっと肝食べたいなって言ってあんのよ。貧血してるんやったもんね。もう、にがりにはね、鉄分も、ね、鉄分を吸収するためのエネルギーも入ってるし、ね、いろんなミネラルが入ってるから、にがりはほんと万能やね。にがりが危険とか言ったりとるけどね、はぁ、みたいな。こっちは、ね、もし何かあったとしても、承知の上でやっとんねん。まあないけどね、原理分かってりゃ、何がそういう作用してるのかって分かってりゃ、そんなわけわからんこと言わんと思うんだけどね。人間の体のこと分かってへんから、そんな恥ずかしいことを平気で言えるんやと思うね。何でも危ない、ゲームは危ないやつおるしね。危ないやつおるし、何でも表裏一体よ。にがりはええから言って取り過ぎてもあかんしね、塩はええから言っても全ての塩はええわけじゃない、肉がええ言うても卵がええ言うてもね、餌でどうやって育ったかで、ね、か悪いか変わってくるしね。そこはね、本当に自己判断やけど、何がいいのかを自分で調べて。自分で納得した。食べちゃう。もっとも、
いろんな情報を配信者としてね、いろんな情報を流してる。調べていいなと思ったら取り入れてくれたらいいし、ダメだと思ったらやらんだよ。せえへんかったから、うん、昔どとか、せえへんかったからあなた仲間に入れないよなんて言わへんね。エビはね、今からニキトさんがあったりね、いろんなものがあるけど、あっちゃんアレルギーで食べられへんからさ、エビが体に良くても食べられへんわけよ。同じようでね、みんなが同じ右になれなんてできるわけがない。だからいいと思ったら取り入れたいし、やめよこれもダメだよ。おいしい。まあ作った本人言うのはあれけどね、天才よ。おいしいわ。黒酢のコク、黒酢のコクでね、味が深いし、もう今にがりも入ってるからね、美味しくなってるのかも分からへんけど、すごいね、味に深みがあっておいしい。でそれだけじゃなくね、これも肝だけ食べといたらね、こんなもんでいいかな。僕でちょっと置いといたらね、で、うん、OK、多分、食べてくれでしょ。あなたは、できる限り有益な情報を流そうと厳選してやってるわけだ。もちろんみんな賛否両論ある。だってテレビの真逆言ってるから。昨日も豆乳がいい、牛乳がええってテレビでやっとったけど、チラッとつけた時にね、ガゼインが体にいいって言うからびっくりしたよ。ガゼイン体に悪いから、人間って赤ちゃんの時だけで、大人になったらガゼインを吸収できない。だから猫でもそうでしょ、牛乳やったらお腹下すでしょ、犬とか猫一緒やねん。あ、ミルク飲むの赤ちゃん。だから子供の頃はおっぱいするけど、大人になったらお母ちゃんのおっぱい吸わへんでしょ。お母ちゃんのおっぱいのミルクも子供の時は吸収できる酵素持ってるけど、大人になったらその吸収酵素がダメなんだよ、物を食べるためにね。だからミルクはダメなんよ。研究で分かってんのに、何のためにミルクをしてるのか。豆乳、豆腐、体に豆なんてもう基本全部遺伝子組み換えの、組み換えてないって言われたやつも組み換えできてるからね、元の豆がね、らしいよ。これまでチラッと聞いてるけどね、これ調べたらそうみたい。なんか女性はイソフラボンを取ったら女性ホルモンが増える、結果女性疾病になりやすいんでしょ、乳がん、子宮がんなどになりやすいんでしょ。だから女性には女性のホルモンが上がるし、女性がらしくなれるからって豆とか豆乳って言うけど、豆乳も体に良くないのよ、取りすぎは。時々はいいよ、嗜好品として。納豆がいい。納豆は何でいいのか、発酵食品だけど、納豆はもうほんまもんの豆で、ほんまもんの納豆菌でできたけど、偽納豆菌でできてるのが多いらしい。納豆菌もどきらしいね、粘ってんの。だからここ気ぃつけな、なかなか売ってないらしい。で納豆屋さんが言っとってんけど、納豆もいいって言って毎日食べるもんじゃないって。お味噌汁は豆からできてるけど、ちゃんと発酵食品として潰されてるし、お味噌汁もお味噌は維持を厳選されてるかされてへんかで変わるって、たーちゃん言ってた通り、思ってた通りやね。ただ食品供給法で食塩って書かなあかんらしいの、ね、塩はおかしいでしょ。でも、ね、
ホームページとかどこかにこうこっそりどこどこにしようって書いたとこ、うん、まあ、使ってとこは書くからね。だから海水天秤を使ったぬかで作ったぬか漬け最高よ。発酵食品、お野菜、大事なミネラルやし、ただ管理が難しいけどね、日々味が変わる、失敗しても熱くなるからね、ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯、宇田みどり地鶏とアボカド、きゅうりキャベツシソッパを使った、黒酢、米だけでできた黒酢と熟成黒酢と、海水天秤塩で作ったお醤油とすだち絞りで作った、鶏の黒酢ポン酢炒め、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、まあ健康的にねいいものを厳選する、美味しいもので、体にいいものイコール高級なものじゃなく、そんなに高くもなくてもね、まあ確かに鶏はね普通の鶏、ね、安い、ね、スーパーの安い鶏のこと思ったらちょっと高いけど、俺でもスーパーでも普通の若鶏で120〜130円、まあ、安い時80円ぐらい、国産で、まあね、ブラジルの安いと30円とかであるけど、うん、180円ぐらいするけど、味も違うし健康にも違うし、やっぱりいい食材を使う、その代わりどこでケチんのかって言ったら、ね、朝ごはん抜いてパンをなくしたりとかで、昼ごはんもできるだけ粗食にしたりとか、だから豚さん、今日昼間の豚さんもあっちゃん言ったと思うんだけどね、どっかで言ったと思うんだけど、 100g100円、ヤマトポークの切り落とし、ヤマトポークの本体はやっぱり280円とか200何十円とかすんのよ、やっぱり。でもその角々の切り落としっていうところは安くなってる、で切り落としで買うと100円やね、スーパーの豚さんと変わらへんね、でもヤマトポークやね、どこの豚か分からん、外国のかも分からへんし日本産かも分からへんし、どんな餌つで食べてんのか分からへんけど、ヤマトポークっていうのは管理されてんねん、きっちりね、それの切り落としっていうのはいいんだよ。だからね、たまに売ってんねんけど、宇田緑の切り落としとかってもあるんだけど、そんな高くないのよ切り落とし。でも切り落としの中にはロースが入ったり、ヒルエが入ったり、なカルビが入ってたり、なんだ、サーロインが入ったり、サーロインの切り落としとかあるねんね。この前もサーロインの切り落とし買ったけども、油はすごかったけどもね、サラッとした油やった。そういうのね、切り落としって結構みんなバカにするけど、見た目悪いしね、なんか安くさいけど、切り落としって意外と EV が入ってんのよね、うん、ポッチャも入ってないけど EV は入ってんのよ、はい。わからんネタ言うなっていうのね、はい、ポケモンでやってるでしたっていうことでね、今日のあっちゃんの晩ご飯、鶏ももと鶏肝の黒酢ポン酢炒めでした。美味しかったです。ごちそうさま。今日のあっちゃんちの晩ご飯良かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。バイバイ。